はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。さあ今回はね、ちょっと怪しい情報になります。信憑性が何もないし、ちょっとここ信用できねえなっていうね、とこなんだけども、まああえて宣伝することもないんだけれども、こう、まあ、Amazon 巡回していたらうって思ったんで、ちょっとお話のネタにね、超激安で怪しい8999円のプロジェクターなんだよ、実はね。でそれがね、これ、いくらで買えるのっていうと、クーポン使うとこれね、8999円、8999円で、これがね、12日から18日までなんだけど、とりあえず8999円で、これね、なんでおじが今ね話題に出すかっていうと、過去にバッタンバッタンでないやつ、バッタンバッタンでないデジタル台形補正で、でまあしょこしょこ明るくて、でちゃんと使えるっていうね。でただ出品者が信用がないことをばっか繰り返すんでね、タイアップは打ち切ったんだけども、でも過去の動画を見ることもできます。これがね、今、まあ、これはよくやってるんだけど、お白が 13,999円で買えます。でこれは正直ハズレを引かなかったら、要はレンズの内側にホコリがついたりとか、ドット掛け常時点灯とかがなければ、まあとりあえず、まあ、ホコリがいつあるかわからないけれども、でも安いっていうね。今んとこね、13,999円、いつもこの値段でセールで売ってるから。でただなんで 黒はもう2000円ぐらい高いんだけど、なんで白が安いのかっていうと、元気なおじい白と黒両方持ってて、最初にこの案件来たんだけど、あまりにもホコリがいっぱい入りすぎててね、で正直な動画を作ったら、それがお蔵入りになりました。で黒が出るからってことで、で出たらすぐ送れねって言って、その役所も嘘だったんだけど、で嘘ばっかり切ろうかなと思ったら、サンプル送ってきたっていうね。本当もう切るよっつってね、だからすいませんっつってね、送ってきたんだけど、まあでもクーポンとかね、それで信頼性がなくて、でこっちがね不具合とかが白があれだったから、こっちを安くしてるのかどうなのかちょっとわからないんだけど、とりあえず、13,999円だったら、今んとこバッタンバッタンがついてないやつで、まあ、安いかなっていうね。で、これが、元気なおじいのところでは、過去最安値が9,999円で買えたんだよね。9,999円と11,999円とかね、そこら辺で買えた方はすごいラッキーだったと思うんだけど、本当、おじいの知る限り、バッタンバッタンでないね、デジタル台形補正のやつで、まあ、そこそこ明るくて、使えるやつが9999円が一番最安値だったんだよ。で今回はこれ8999円になるやつね。でこれなんだけれども、まずここのお店自体がまあ信頼ができないというかね、まあ、評価の内容を見ると、まあ入れる商品書いたのはまあ適当にっていうか、まあずさんでっていうのもあって、でサポートもすごくずさんだなっていうのがね、あるんだけど、でこの商品一覧見てみると、まあいろんなものあってね、まあ、おじいもこういったことなんとか試みてるけどね、なかなか連絡つかないっていうか、ここはね。で安いものがあるんだけども、ほとんどのものが1080p とかね、だいたいって書いてあっても、詳細はそこに書いていなくて、例えばね、こうやって1080p フル HD 対応とかで、これも対応でしょ。でこれは 720p って書いてあるんだけども、これ書かないね、長いもの結構多いんだよ。これはまあ最大解像度って書いてあるけど、最大解像度ってね、書いてない、このサポート 1080p だよね、これ書いてないやつがね、
あるんだよ、いくつか。これがちょっと目についたやつなんだけど、ここら辺だったかな、どうだったかな。あのね、ネイティブ 720p が写真のとこ見ると1個だけあって、仕様のとこでは絶対カメラがね、結構いくつかあるんだよ。で、今回これ見たのが、見ていて、これ写真を見る限り、その詳細情報がない。で、5D キーストーンがあるよっていうね、3D とこの補正があるのは分かった。で、他は何もないんだよ、ここの情報で。で、これを見ていくと、まあ、とりあえず 145W あるんだなっていう。本当、100アンシルーメンで売ってる四角いのがあれ 66W だったんで、暗いって言ってたのがね。で、なんで、62。で、その倍ぐらいあるのかなっていうね。だからそんなに暗くはない。そんなに暗くはない。でもこれ明るさが7500ルーメンだけど、まあこれみんなどこもね、6000ルーメンぐらいの持ってるんで、まあここはまあ、まあまあ話半分で見て、で、リアル 1080p っていうことが書いてあって、で、よいしょ、この下見ると、ここだね、プラスマイナス 50% の縦軸横軸の電子補正だね、これね。だバッタンバッタンじゃないの、こうとこうの、いわばにあるようなね、こうとこうがついた上に、なおさらこの自動、これ6年自動台形補正 50% ズームって、まあ、50% までこう縮小できるのが結構いいやつで、あの 80% までか 75% までとか 50% まであの一応行くのが結構字の中ではあのああそこそこいいやつかなと思ってるんだけど、これ 50% まで行けるっていうね。で、縦と横だけじゃなくて、この回転台形補正にも対応してるっていうね。6で本当と思って、で、これが自動台形補正って書いてあるんだけど、自動台形補正っていうと、いわばあの V7 でしょ。で、V7 があれ、VT よりもちょっと値段つけて2万円ちょっとぐらいで売ってるのに、これが8999円で買えるのっていうね、どうしてもね、怪しいなってしかね、思えなくて。で、入力ポートがね、これね、HDMI が書け、これみんな同じようなのコピーして、あの中、どれもみんな同じように書いてあるんだけど、うん、市場には実際の 1080p プロジェクターはほとんどありませんで、嘘つきねえっていうね、こんな感じなんだけど、一応、ネイティブ 1080p を売りにしてるんだよね、これはね。それでね、これ見ると、本当 3D、5D、キーストーン 50% ズームがあるっていうね、9000対1コントラストなんで、まあ、ここら辺もみんなあの盛るんでね、まあ、まあ、ここら辺はあれかなって感じで、で、まあ、6D のキーストーン、まあ、ここもちゃんと書いてあるし、まあ、吉見と焦点の問題がぼやけることがなくなりましたってね、書いてあるんだけど、まあ、あと DSP 機能がついてるって、サウンドがね、これがね、10W 内蔵スピーカーだから、10W の内蔵スピーカーだったら、ちょっと変なしょぼい 5W とか 6W よりはいいはずだな、あ、これ音いいじゃないのみたいな、ちょっとね、本当かなみたいなね。で、35mm シーク、応答速度がね、35かっていうと、いわば、あれよりちょっといいのかな、どうなのかなって。本当かなっつってね、ちょっと信じられないことだらけなんだよね、これね、で、色の再現性も綺麗、まあ、これはまあ今時のチップセットみんなそうなんだけど、本当かなって思うんだけどね、他にね、情報がないし、買った人のあれもないんだよね。で、これね、HDMI の入力 ×2、USB ×2 ってどっかに書いてあったと思うんだけどな、一応ね、M4 ネジがあるから、点吊りも対応してるっていうね、形がね、へーと思って、
本当と思ってね。なんか夢のようなプロジェクターなんだけど、 ここのところがね気になって、どこだっけな、入力方式がどっかにあったんだけど、なくなっちゃった。気のせいかもしれないね。HDMI×2USB×2 ってどっかに書いてあったと思うんだけど、おじいの気のせいだったのかな。でこれね、ここ見ると VGA があるんだよ。でゲームキャプチャーツボテック H さんはこの VGA がねもう今なくなってるよねってなんかね動画で言ってたんだけど、まあ、VGA がある。でもおじいが知ると VGA がついてるのはろくなもんじゃねえってなんか言ってたんだけど、これでもなんか電波対応してるって書いてあったよね。でこれ USB は2個あるんだけど、HDMI ここに2個あるのかな本当にと思って、本当かなと思って、スピーカーの穴は確かにちょっと重要だったのかなって感じはするんだけど、で排気のところにメディア入るところがあるんだよね。あ、これだ、 HDMI 入力、本当だ、2つあるわこれ。本当にこれあれかな、まあ、ここなんで排気の方にあるのかなと思うけど、わあ、これさえなければね、こう立てられるんだよね、天井トイレが。これどうも怪しいんだけど、だレビューがねえからとりあえずやってるような気もするんだけど、で考え方によってはこの売り方をするってこれと同じところがやってるのかなって、なんか形もなんとなく似てるといえば似てるような気もするんだけど、似てるって言えば似てるけど、この四角もったいこのデザインのレンズの向き違うしな。だこれが9999円で方々いっぱいいると思うんだけど、それよりもさらに1000円安くなって、で Wi-Fi とか Bluetooth あったっけ、ないんだか、そこは書いてないんだね。それがないのかな、それがないね。で VGA の代わりによく Wi-Fi、Bluetooth ついてるのがあるんだけど、これはないね。だからスマホの Wi-Fi とかはできないんだね。でもこれが本当だったら、これクーポンいつまでだっけ、よいしょと、これだっけか、18日火曜日までね。だから明日の何時かわからないけど、もう明日クーポンは終わってしまうんだよね。だからね、8999円で買えて、まあ今時のスマートフォンは接続できないんだけど、でもこの機能が本物だったらすげえなって思うんだけど、8999円でもスマホのミラーリング今欲しいよっていう人結構いるだろうし、ただ VGA の入力がついてるやつって、中身古そうなんだけどなと思うんだけど、でも6で自動台形補正でしょ。でこれは本当にね、自動台形補正なのかな、どうなのかなと思って、いやこれね怪しいなと思ってね、本当怪しい。ここでも返事来ないとこなんで昔から、怪しいんだよな。自動台形補正って書いてあるんだよな、これ。
ヤバの V7 ってあれなんか YABA の V7 これだ。これってあれついてなかったか。あ、ついてるな。 Bluetooth ついてるね。ミラーリングついてるね。やっぱね、仕様がね同じだったらあーって思ったけど、でもこれ VGA なんてこんなものついてなかったと思うからね、やっぱ違うのか。これも6で自動台形補正なんで、これねほら6で自動台形補正なんで、うわー、自動台形補正がついて8999円、本当かな怪しいでしょ。であのレビュー見るとログでもないレビューしかないから、だからあの書いてある売り文句なんかもみんなどれを見てもみんな同じ感じで書いてあるから信憑性がないんだよ。あのでも出荷がアマゾンなんで何かあれば返品はできるんだよね、これね。これ800ネイビーだね。だ これもだからバッタンバッタン、バッタンバッタンがこれ7000円ぐらいとかね、それぐらいだったらまあ普通なんで怪しくはないんだけどね。これも720Pでしょ、どうせね。バッタンバッタンだし、まあ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 、ね、これは高輝度 1080p って書いてあるんだけども、ちゃんと中に720p って書いてあると思うんだけどね。これはねフル HD 対応って書いてあるけど、これも同じなんだよね。他の 720p またシャーシンプル見てもぼやけてないよってね書いてあるけど、これはでもネイティブ 720p ってここにあるんだけど、これはね他のところどこ見ても確かないんだよ。 720p ってここの仕様のところとかここのところ見てもねないんだよ。ね、あの 720p だよっていうのをね隠れてるんだよね。で評価自体もそんなに良くないんだけど、明るさも古代広告ってこう書かれてるけど、ただ本当にねこんだけ 1080p って言ってもここにネイティブ 720p ってあるからね、お前よく見てねえだろってどうし言われるんだよこれね。だこういう出品の仕方してるんで、まあ、これは対応だからね。だから値段を見れば大体もう分かる。 720p とかバッタンバッタンとかね、そこら辺はもう全部分かるんだけど、こうやって見てて唯一ここだけ、あの値段からしてみると他の 1080p のバッタンバッタンはそんなもの値段なんで、ただ本当に今回のこれってそんなに安いのかなとかね。これもだからどうせあの 1080p じゃない対応って書いてあるだけだからね、これね。これもだから 720p なんで怪しい、すごい怪しいなこれ、でもここも最初出だしだけはロケットスタートしたくて安く出してたからね、いつもね。もう今はもうこれがしょこねだけど、怪しいでしょ。こっちはWi-Fi がついている、ちゃんとね Wi-Fi と Bluetooth がついて 13,999 円、ね、でも8,999円、90123で5,000円なんだよ。このスマホのミラーリングいらなければ5,000円安く買えるんだよね、自動台形補正。本当と思うよね。ねえ、まあ、何回連絡しても返事来ないからね、ここはね。
あのタイアップすることはないけど、まあ、宣伝する必要もないんだけど、もう本当かなどうかなっていうね。じゃあ何で言うのって言うと、いやこれがもし本物だとしたら、あの元気なおじいの動画を見てて、ああよかったって思う人が出てくればラッキーでしょ。あおじいの見つけてくれたってなるし、でもしおじいこれダメだったよってなったら、もう1ヶ月以内だったらちゃんと返品できる保証があるわけだしね。あね、だから、まあ、悪い話ではないんだよね。ただ他のやつがあのろくなものがないんで怪しい怪しい。でも本物かもしれない。だからおじいもあの判断できないんだよ。これが8000件ギリ明日まで8000、レビューも何もない、実績もない。だから今よろしくしてるんだけど、うーん怪しいですね。まあ、デザインは悪くはないよね、これね。こっから排気が出てきて左側だから、まあ、悪くはないよな。あ、ここだ、 USB かける2ってね、あの HDMI かける2って ここ見たんだ、欲しいね。でもこれで言うと、スマホゲーム機など接続可能って、スマホゲーム機など接続可能って書いてあるけど、本当？ちょっと待って、ないからその値段だったんじゃないの？これ写真なしだから、いや怪しいな本当。接続可能なの？まあ、6で大規模接続でも VGA ついてるからね。あ、接続用のケーブルでスマホ、タブレット、PC、DVD プレイヤー、ゲーム機など多彩な機器に幅広く対応できますよ。分かった。USB を通してスマホが認識するのかな？あのスマホって言ってもほら、あの iPhone 限定だと思うんだけど、接続用のケーブルを挿せば認識できるって、あのめんどくさいやつ使うのかな、あのアプリ入れるやつ。その売り文句はどこにもないんだよね。本当かな、まあ、他のところのそのまんまコッペの可能性もあるしね。怪しい怪しい。Bluetooth、Wi-Fi 書いてある？ないもんね。だから専用線を使えばでしょ。AV ケーブル。もう今あの M4 のネジがついてて意外と大きいかもしれないし。フルボッタいんだけどな、スピーカーも大きそうなんだよね。うーん怪しい。はい、そんなわけでもうおじいはもうあの何とも言えないで、もうあのサポートも片言おかしいらしいし、ページもおかしいしね、あのあんま期待できないけれども、本当に使えるものだとしたら、電波はないね。電波はないけども USB でね、だから USB で結局スマホがつくのかなっていうとあるよ。だからヤーバーとかで見ても Wi-Fi 接続と、ね、USB 接続とあるから、まあ、ないわけじゃないかもしれないけど怪しいな。誰か冒険するこれおじいは冒険しないよ。おじいは手堅くいく派なんで冒険しないよこれはね。まだね、まだタイアップ自体は打ち切っちゃったけれども、おじい動画を復活させてあげたからね、優しいからね。一応このプロジェクターは今 13,999 円でね、あのショップは信用がならないんだけれども、でも電子内径補正でバッタバッタがついてないやつで、まあ、明るさもそこそこあるしね、
ゲームキャプチャー全て消したもね、あの不満を述べてなかったんで、なので、まあ、この値段で買えるのは最安値かなと思うんだよね、この機能を教えるのでね、一応ね、あの他は知らない、ね、うん、そんな感じです、まあ、興味のある人がいたらまたあの引っ張り出すよ、あの白も黒も両方あるからね、うん、あの知りたいでしょみんな、あの過去の動画も何本かは復活して、あの V10 との比較ともあったと思うけどね、確かね、なかったっけかね、はい、そんなわけでね、終わります。超激安で怪しい8990円のプロジェクターのお話でしたね。いやー、あの老害です、買ってみましたつってコメント来るのを期待してるけどね、本当ねはい、終わりましょう。おじいはもう今からねお風呂に入ります、寒いから風邪ひいちゃう。またね、バイバイ。